坑道を掘っていくときは非常に気温が高いもんですからですね、やっぱり暑いね、ほとんど30度近かったと。温度はキャップランプというのがはめてですね、バッテリーを腰につけて、あ、2キロぐらいあるんですが、あれを腰につけてで作業するんですけど、校内ではもう仕事することで他のことはあんまり考えなかったですね。怪我しないことがもう一番でしたからですね。疲れてますから、休憩時間1時間なんですが、その間はほとんど休んでました。割とあのチームワークは良かったんですよ。そうしないとやっぱり危険が伴うからですね、危ない時は危ないという声をかけるし、で上がってきたらあのご苦労さんという言葉をかけ合ってですね、勤勉に働く人たちが多かったんですよ。これまで真面目にせんなんやろうかという人もたくさんおりました。しかも分け合い合いができたし、そういう面ではあの炭鉱もあの荒っぽいだけじゃなくて人情味のある、そういう意味では幸せに感じ取るんですね。ですからこういうふうに世界遺産になったことも非常にあの今誇りに思うぐらいですね。やっぱり石積み不凍と排水路が当時のままで非常に貴重であると。だいたい4万6千個ぐらいの石を積んでおります。当時の石工さんの最先端の技術を駆使した港として、今の技術では多分できない。最初西港と出会ったのは昭和58年のシンポジウムで、それ今では一切西港を知らなかったんですね。その時にこんなすごいもんがあるという感じで、それから国の重要文化財にしたいということが念願でなった。なった途端に次は世界遺産という、びっくりいたしました。はい。自分たちも特にもう危険な仕事やもんで、もうたまにはもう命なくすことは感じあったですよ。もうその時もやっぱりもう十字切ってからですね、もう守ってくださいと言って、もう漁の間にも水濠の相手ですよ。それだけやっぱりもう信仰が大事と今つくづく思います。寺の広場でも相撲取りだったんですよ。そのお嬢さんか、家ではもう神父様と
お嬢さんと呼んで一緒に飲んだことも結構あるですよ。佐久津の人がみんな昔から仲良かったですね。そこは横川とこだからですね、佐久津の地区がまとまりあってですね、やっぱり地元佐久津は好きです。親じいちゃんに親父が守ってきた教会とマリア教会で、ね、自分たちがもう大学で守っていかんのがですね、それでただそういえばまた自分の子供や守ってくれることで教えとか本当ですよ。放牧せずにもう寝焼きもしなかったらもう穴やぶになってしまって草原が広がるなんか考えられないですね。寝焼きボランティアの方が来てすることで、以前地元だけでやってきた時よりも大きな成果が出てるなと。いや自分できるところなんかない。もうとても条件は悪いし大変なんですよね。大変でもそうやって応援してくださる方がいるっていうのが嬉しいですね。そういう方がいるからこそ阿蘇がまだ守れてるんです。そういう方なかったらもう多分無理でしょうね。1000年間つながったのをじゃあ自分の代で潰していいのかっていうのがそもそもあります。次の世代、その次の先の世代に繋いでいく、その中間点、先の世代にバトンを渡すためにやってるんだ。